久保さん、FX でですすかおめでとうございます僕はね、あの FX ね、やらないですね。なんかやろうと思ってたんですけど、FX やるより、ブックメーカーやった方が売れるなと思って <laughs>。もうね、あのこの億万長者合宿ももう、何年ですかね、4年ぐらいやってると思うんですよ、やり取り。実はそのブックメーカーの報告、結果報告、5年ぐらいやってるんですよ。 あの毎日あの勝ちましたっていう報告をもらうすけどほぼそうなんでまあ僕ブックメーカーやってで熟成さんのコミュニティ売るっていう <laughs> まああのそ,それがいいなっていう思いましたんでそうまあ40歳から僕、F、FX じゃなくてブックメーカーしようかなっていう感じですかねうん まあが、あの、FX でもブックメーカーでも、なんだ、えっ、ー、と、日経225でも株でも、なんでもいいと思うんですけどね。<laughs> まあ、やっぱね、人に合う合わないありますからね。ただ僕はね、もう、合う合わないとかじゃなくて、発信できるようになった方がいいと思うんで、なんか、合う合わないで、うん。 僕はですよ。会う会わないでもったいないなと思いますね。うなん。だろうな。儲かるっていう、会う会わないがはなくて、儲かるか儲からないかなんですよ。考えないといけないのね、またホリエモン出てきますけど、儲かるための,その4つの原則みたいな、ね、初期費用がかからない。ランニングコストか。初期費用がかからない。維持費、在庫を持たない。なんだ、利益率が高い。 サブスクができるみたいなねよこの4つに当てはまるものは絶対儲かるみたいなねこれはもう情報発信にも全部当てはまるんであなんかビジネスをやるんだったらあの僕は今情報発信が一番いいと思いますしおすすめしますしただビジネスをねやろうっていう人がいなかったりするのでねただ金が儲かればいいみたいなうんそう FX もね 結局大変なんですよ。全部大変です。情報発信も大変だし、FX も大変だし、ブックメーカーも大変だし、覚えるまでね。で、覚えるまで大変だけども、情報発信の場合はお金を失わないぞ1円も。<laughs> 量全部大変なんですよ、覚えるのに。まあなたが天才だったらいいんですけど、天才に、天才だったらもう成功してるでしょ。うん、BNF を超えてるじゃないですか。 もううんまあ、あとはね、FX とかそのお金をこうかけていくっていうことになると、精神もね、自分のメンタルもね、あの問われるわけなんですよ。ただ損切りができんのか、ロスカットできんのかとか、なんかその、もうちょっといけんじゃねえかとかね。要は、まあ、FX じゃなくて、自分の精神なんですよね。で、そこも問われるし。うん だからね、そこが結構難しい。逆にそこが合う合わないではなく、そこが合うとか合わないとかじゃなくて、そこが難しいかなと思いますね。うん。まあ、情報足の場合は、まあ、イケイケどんどんなんで、お金失わないですからね。もう、いくらやっても別に失わないので、そこが,がいいとこかなと思いますけどね。うん、そう、やっぱね、自分をコントロールしていかないといけないので、 この掛け事に関してはうんうんまあいずれにせよ何やっても難しいあのいろいろ大変ですよって話ですねいずれにせよね何やっても久保さんも f x 6年ですかまあ僕も情報発信17年ですけど情報発信まあ自分で表に出会い始めても67年かうん まあ大変ですね。い、うん、ってらっしゃい。